待ってられるか、プレイ。燃料問題を、いざここのブロックに今カチカチが向かって、はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。ちょっとですね、収録はいろいろやっておりましたらクワガタになってしまいましてですね、こういう風な感じにクワガタだったんですけど、ちょっとまた元気がなくなって遅いのよ、竹が。なんでそういう経緯になったのかもご説明していきたいと思います。こちらのチャンネルは年末年始の夏がほぼ毎日マインクラフト動画をお届けする、そんなチャンネルでございます。私は中野翔、マグニーをお見知りよろしくお願いします。ちゃんとこういうことしてもグリーンバックは対応してくれるので、本日もやってまいります、ショータイム。さあ始めていきたいと思います。前回はですね、ゲスト来てくださいましたね、ありがとうございました。本当にやっぱり誰か来てもらうと楽しいね。誰かのワールドに行くのいいけど、自分のところに来てくれるっていうのは非常に楽しいものなんですな。はい、ぜひ参加してっていうマインクラフターの、実況者の方、ぜひお声掛けの方よろしくお願いします。なんでね、こんな流れになったのかというとですね、 1.16 にアップデートしてね、こう竹無限記号がなくなり、見ていただきましょうか。登ります。もうすでに一段消したんだけど、ほら見て、もうここなくなってんのよ。1回の、あー、ここはまだ残ってるけど、こう1回焼くじゃん。もうそうするともうこの1スタック、1ラージチェスト分ぐらいの竹を消費するのよ。こんなにたくさんストックはあるけど、言ってる間になくなってくるんじゃないのっていう恐怖心に駆られまして、燃料問題をいざ解決していこうかとなった時に、冒頭で焼きましたこちら、はい、木炭なんだよね。ご覧ください、スリーファームございます。原木は無限に取れますので、骨粉がたくさん必要ではあるんですけど、ほらもう結構なくなってきてはいるんだけども、効率をね、回して1時間小1時間放置すればですね、マインクラが壊れかけながらもですね、原木が多数集まるので大丈夫なわけです。そして要するにここに原木を流し込んでやっていきたいんだけども、ご覧いただいたようにですね、非常に遅いの、燃料の供給が。わかりますか、ここまで運んでこないといけない竹を。これだから竹じゃなくして、木炭にすればそんなに燃料も減ることがないわけよ。かつですよ皆さん、その、供給速度、燃料の供給速度を増やしてあげれば、一瞬にして燃料が補給されて、すげえ回転率が良くなるんじゃないかと、ふと降りてきたんです。今日はそこを対処していきたいと、そういう風に思っています。せっかくあるんだから竹も使っておきたい。でも最終的には、木炭にしてすげえ回転率にしてやろうぜってことです。なので、まあ、一旦ね止めます。でこの辺りをね改造していこうかと。でここにも結構溜まってんじゃないですか、炭が溜まってんのよ。こういうの溜まってんのよね。お前は建築しろ。裏で、足場ボックスも作りました。あとね、エンダーチェストも増やしました。エンダーチェストの中のエンダーチェストも増やしました。今日で本当はね、全部木炭に変えてやろうかぐらいの、ぐらいの気持ちはあるんだけどね。それはやっぱりこう、実際に生活していく上で、かまどを使っていきながらの方がいいじゃん。まずは、シルクタッチで取る、水すくう。まあ、こっからスタートですよな。うん。ここに流し込んでいかないといけない。入れ込む場所とかもこれ改めてね、ちょっと考えていきたいので、一旦この辺ばらそう。どういう水路で運んでくるのか。じゃあ、ここのやつも一旦取る。待て、落ち着け。そう。ここもここも一旦取る。うん、これがスタートライン。ここがスタートラインです。このシステムっていうのは、こっち行くと、まあ、入力がここになってるんですね。これ。こいつですね。こいつ。ここの竹の数がある一定数減ったら、動力を発して、燃料が供給される。で、さっきのホッパーの中のアイテムが、満タンになったらもう一度動力が発せられて止まるっていう仕組みなんですよ。便利なんですけど、まあそれをさらに便利にしていこうというね、欲張りな私。そこで考え出せられるのは、簡単に言えばディスペンサーを2つ設置する、もしくは3つ設置すること、なんだったら4つ設置することも可能。4つの場合だと上向きでしょ、ね、この横向きでしょ、ね、この横向きでしょ、こう、この4つからカッ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 って発射されて、今までの4倍の速度で燃料がね、供給されるよということになります。で、彼らを動かすのに、まずこことここを動かす、これ。で、次に、こことここを動かす、これ。これ、それぞれにカチカチを、カチカチというのは、オブザーバーの動き。これでもほら、カチカチ言ってるでしょ。ここのブロックに今カチカチが向かってて、こことここが今動いてるような形になっておりまして、お休みしましょう。すっ！で、今度は、こいつに同じことしてあげたい。
はい、これでここもここも、はい、動き出します。4つの角がこれで確認できましたね。1個1マス開けて、ここ1マス開けて粘着ピストンが縮んでる状態のものを用意する。オブザーバー今ひっついてるからカチカチいってるけれども、これ離れるとカチカチが止まりますから、それをね今2つ用意させていただきました。一番肝心なのが、ここからですね、こいつからそれぞれのディスペンサーに入れていかないといけないと、つまり入り口を作っていかないといけないんだよな、2つの。はい、ちょっとね入り口を作りました。こう下に、ここ今ディスペンサーじゃないですか、上向き、このねこのディスペンサーね、こいつね、こいつの下に1個ドロッパーをかまし、そいつにも動力を行くようにし、でそいつにルートを作ってあげる、こうすればいいはず。はい、でここここから2つのルート、ここから2つのルートでそれぞれのディスペンサーに、入っていくように、してあげればいいわけでございます。最後ホッパーをつなげるだけで動くようになっております。いきますよ。まずね、さっきのディスペンサーのところまで行くか。足場って便利だよな、大活躍。これ今4つそれぞれ、ホッパーがちゃんとアイテムがつながっておりまして、それぞれのチェスト、まあ、2つあるじゃん、左右のチェストからですね、均等に燃料が振り分けられるようになっております。ちょっとまあ一回つなげてみたいと思います。まずこうで、こう置いてこっち向き、そしてこれで4方向からのものが、動く。でこいつ今ガシャって動いたよね、こことここが今動いてる状態であります。なんでかっていうと、ここに、竹がどんどん流れていっているからでございまして、まあ、これに関してはごめん、俺今気づいた、大量に流れていってるは言ってるわな、気づいたこと、ディスペンサー2つでよかったな。もうすでに前かつての倍の数量の竹が発射されているので、おそらく動いてはいると思う。ちゃんとこのオブザーバーっていうのは、こっちで説明するか。顔と顔を合わせることで、これ今カチカチ言ってるんですよ、カチカチ言ってるでしょ、こうやって、でこれ今こういう状態です、同じリズムでしょ、止まるでしょ、わかりますこの音の速さ。初めてひっつけた時は遅いのよ、でも一回離してもう一回つけると倍速になるのよ。なんかすげえそういうややこしい、こう難しいルールがあって、今だから遅い状態でそれぞれのディスペンサーから1個ずつこう発射してるから、でもこれ速くなるのでそれぞれから2つ発射されるようになるんだけど、さらにややこしい話すると、ホッパー1つから流れてくるアイテムの速度と、今のカチカチで飛ばされるアイテムの数って比例してないんですよ。ごめんなさいね、なんかややこしい話になっちゃって。ここは満タンになると、あ、止まったでしょ、動き止まったね、動き止まったんですよ、止まりました、ちゃんと止まるようになってます。じゃああとはこう順々にこのディスペンサーにどん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 竹が溜まっていく、今そんな状況ですね。上からこうどん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 竹を流していってるような状況ね。で今度次動いた時どうなるのか、倍速になるので、めちゃくちゃ速くはなります、めちゃくちゃ速くはなるんだけど、それぞれのディスペンサーにですね、ホッパーがこうやって2つのラインで入っていかないと、その最大速度の、再現できないんですよ。ディスペンサー4ついらない説明、どんだけ難しい。これも物理的に無理なんですよ。ご覧ください皆さん、ほらディスペンサーの中の竹がどん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 減ってってます。めちゃくちゃ出てんだよ、すげえ竹放出されてて、もうすでに折り返し地点まで来てるは来てるんだけど、ここがね、なくなった時に、一気に速度が半分になるっていう。はい。ほらほらほら。空打ちが溢れるでしょ、空打ちが。はぁー